動画をご視聴の皆様こんにちは。服にチャージ YouTube チャンネル案内人の M です。皆様寒くなりましたよね。というか本当急に寒くなったなという気持ちが私すごく大きいんですけれど、寒い時期車に乗り込んだ瞬間寒ってなりますよね。で寒いけどまあ出かけなきゃいけないしって走っていくんですけれども、なかなか車の中が温まらないと、そんなことよくあるかなと思います。ということで今回のテーマはこちら、車内を早く温めるには冬場のエアコンテクニックとなっております。冷え冷えの車内、少しでも早く温めたい、どうすればいいのか。最初に答えを教えてしまいましょう。答えはこちら、エアコンをつけないです。エアコンつけないってどういうこと？エアコンつけなきゃ寒いでしょう。まあ確かにその通りなんですけれども、今日のテーマは1秒でも早く車を温めたい、暖かい風を感じたい、そこのあなたのための動画となっております。なぜエアコンをつけないがその方法となるのか、詳しく解説をしておりますのでどうぞお付き合いください。それでは行ってみましょう。はい、では今回のテーマ、車内を早く温めるには、この話をするためにはまずは車の暖房の仕組みについて触れなければいけません。そして AC ボタンってなんだっけという話もちょっとしたいなと思います。じゃあエアコンをつけないどういうことなのか、どうすれば車を早く温められるのか解説をしますが、実は今日の解説、車種や仕様によっては異なる部分もありますので、その点についても最後にご紹介したいなと思います。では最初に車の暖房の仕組みについてお話をしましょう。車の暖房どうやって温めているのかと言いますと、エンジンの熱を利用して風を温めているんですね。そうなんです。車の暖房ってなんか電気を使って温めてるのかなとか、まあガソリン燃やして温めてるのかなとか、いろいろ考えあるかと思うんですけれど、実際にはエンジンの熱を使ってるんですね。はい、正確に言えばエンジン冷却水の排熱を利用しております。車のエンジンというのは、まあ、中でガソリンを燃やして爆発をさせておりますので非常に高温になります。そのまま冷却をしないとすぐにエンジンが焼きついて走れなくなりますので、必ずエンジンは冷却水を使って冷却をしてるんですね。これ夏だけではなくて冬の間もどんなに寒かったって冷却をしているんです。その冷却水かなり高い温度になります。その熱を利用しないのはもったいないということで、冷却水の熱を使ってエアコンの風温めてるんですね。なので実は冬場のエアコン、車の暖房っていうのは燃費にほとんど影響しません。まあ、風を送るためにファンを回してますので、その分電気を使う、だからガソリンを消費するっていうのはあるんですけれど、ビビたるものです。ほとんど影響しないんですね。そしてAC オンなら関係ないんじゃないかなって思う方もいらっしゃると思います。はい、車の AC ボタン、一般家庭のエアコンみたいなものかなという想像をされるかと思いますので、じゃあエンジン冷えてても AC オンにすれば電気を使って風温めてくれるんじゃないのって思われるかもしれませんが、実は違います。 AC の役割、車についてはこれは冷房と除湿を行うんですね。暖房機能はこの AC オンにしたとてないんですよ。温めてくれるわけじゃありません。じゃあ冬間はずっと AC オフの方がいいのかなと言いますと、実はそんなこともなくて、はい、できればオンがいいんです。なぜかというと窓の曇りやカビの繁殖を抑えるため、この AC の除湿の機能の部分っていうのは実は冬の間も有効なんですね。これに関しましては実は詳しくは過去の動画でご紹介をしておりますので、概要欄にもリンクを入れておきます。ぜひご覧ください。では本題です。車内を早く温めるにはエアコンをつけないと言いました。言いましたけど実は言葉が足りないんです。正しくは車内を早く温めるにはエアコンをすぐにつけない、
すぐにつけちゃいけないんですね。はい、どういうことかというと、まあここまでお話をしていけばなんとなくお察しされるかなと思うんですが、エンジン冷え冷えでエアコンマックス風量ガンガン出すぜ、早く温めようと思っても冷たい風しか出てこないんですね。じゃあ温まるまで待とうかなと思っていても、温まるまで余計に時間がかかったりするんですよ。まあ、なぜかといえば、冷たい状態のエンジン冷却水にさらに冷たい風を送り続けて風を温めようとしても、どんどん冷却水冷えてしまう、なかなか温まらない、そういう状態になるんですね。なのでエアコンをすぐにつけないというのは、エンジンが温まるまで我慢しましょうという意味となっております。じゃあいつまで我慢すればいいのというと、こちらですね、低水温表示灯が消えるまでが目安となっております。車のメーターのところにですね、こういった表示灯が出ているのを皆さん見たことあるかなと思います。これが低水温表示灯と呼ばれるものでして、車によってですね、この表示が青くなっていたら冷たい状態だよみたいな、そんな表示になっているんですけれど、これがまあ消えれば、もしくは、エンジン水温について、あの針とかメーターで表示されるものもあります。これもある程度エンジン水温が上がってくれば、エアコンをつけるとこのエンジンの熱を利用して暖かい風が出てくるんですね。でちなみにAC はオンにするかっていうと、最速で温めるのであればオフがいいです。先ほどもちょっと言いました、窓の曇りとか、あとはカビの繁殖とか、そういったものを抑えるためには AC オンの状態で、除湿を有効にした状態で走った方がいいんですけれども、最速を求めるのであれば温まった風を再度ちょっと冷やすことになりますので、暖かさを最高に求めるんだったら、まあ AC はオフでも除湿が大事なので、温まったらオンにした方がいいのかなと考えております。ということで、車の中を早く温めるにはエアコンをすぐにつけない、エンジンが温まるまでじっと待っていただいて、温まったなと思ったらエアコンつけていただければ暖かい風を感じることができます。すぐにエアコンつけてしまっても冷たい風を浴びるばっかりでなかなか温まりませんので、注意していただきたいなと思います。ここまでの話、車種や仕様によっては異なる部分がございます。まず一つが、オートエアコンを搭載された車にお乗りの方。これいろんな考え方あるんですけれど、私は基本的にオート任せで OK だと思います。なぜかというと、オートエアコンのオートにしておけばエンジン温まるまで基本的に風は出てこないんですよね。温まってきたら自動的に風が出てきて車内を一気に温めてくれる。でさらに先ほどの AC ボタンですね、冷房と除湿の役割を果たすこの AC ですけど、このオンオフも自動で切り替わりますので、ずっとオートで運用しておいて、あとは温度の設定だけ変えればいいやっていう、あのその考えで私いいんじゃないかなと思っております。で他にもオートエアコンの搭載されている車だけじゃなくって、電気自動車です。はい、電気自動車ということはもちろんエンジンついていません。なのですぐにオンにしても OK です。で電気自動車エンジンの排熱はもちろん利用しません。何を使ってるかというと、基本的には家庭用のエアコンと同じ仕組みを使っています。ですので、例えばじゃあモーターが温まったとか、バッテリーが温まってきたとか、そういったものも関係ございません。すぐにオンにして使っていただければ OK です。でさらにこの電気自動車を含んだ PTC ヒーター搭載車、これは電気自動車だけではなくて、一部の日産でいうところの e パワー車、エンジンはついておりますが走行は基本的にモーターを使いますというこの e パワー車だったり、さらにガソリン車の中にも PTC ヒーターを搭載されている車種がございます。こちらについてはすぐにオンにして OK です。電気を使って暖かい風が本当にすぐに出ます。1分もかかりません。数十秒で暖かい風を浴びることができます。で、この PTC ヒーターというのは何かというと、電気を流すことによって温められるあの素子のことを言うんですけれども、こちら電気自動車の場合は現行の日産のリーフ、サクラ、アリアについては、先ほどの
家庭用と同じヒートポンプタイプのエアコンと合わせて PTC ヒーターも搭載されております。であとは e パワーを搭載したほとんどの車種が寒冷地仕様にしていただくことによって PTC ヒーターがつく。でなんならガソリン車でも寒冷地仕様ならついてくるよというものもございますので、ぜひですねお乗りの車をちょっと確認していただく、取説を見ていただく、もしくは購入する場合は、担当のスタッフに聞いていただくとかカタログを見ていただくと書いてありますので、いやすぐに温まりたいんだという方は PTC ヒーター付きの車本当におすすめです。でこれは電気自動車、そして e パワーガソリン車の、まあ、エンジンを持った車もそうなんですけれど、これが付いた車種については冷えた状態の最初の時は PTC ヒーターを使って風を温めてくれます。でそこから時間が経ってエンジンが温まってきた、もしくは電気自動車もヒートポンプの方のエアコンがしっかり有効になってきたというタイミングで自動的に PTC ヒーターはオフになるようになっています。これ電気を使って温めるのでかなり電気の消費量っていうの大きいんですよね。そういったところもありますので、序盤のかけ始めは PTC ヒーターが有効になる。でもそれだけですごく快適になるんですね。はい、ということで今回は車内を早く温めるには冬場のエアコンテクニックをご紹介してまいりましたが、いかがだったでしょうか。私たちが普段おります福島市も急激に寒くなりまして、でちょうど昨日ですね、バンダーズマスカイライン、私たちがいつも行ってる山の上の方ですね、こちらの道路も冬季閉鎖になりました。予定よりも一足早い閉鎖となって、まあツイッターでもお知らせとかが来てて、うわマジかと思ったんですけれど、そうなんですよね、これからどんどん雪が降ってくる季節、そして路面が凍結する季節、寒い季節になりました。で今回はエアコンに関するお話してみたんですけれども、今後も冬場の安全走行、そして快適に過ごす、そういったところについて気づいた部分ございましたら動画にしたいと思いますのでお楽しみに。福にチャージ YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。